日本鹿児島県鹿児島市下立尾町下流尾町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下下立尾町、鹿児島船下流尾町。郵便番号は892-0852。人口は979人、世帯数は566世帯。下流尾町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市の中部に位置している。 町域の北方には、上達尾町、南方には、長田町、上本町、西方には、冷水町、西坂本町、東方には上流美町がそれぞれ接している。町域の南端に、国道10号が通っている。かつては下流美町の区域を、鹿児島市電上町線が通っており、縦馬場電停と長田町電停が所在していた。第一には、住宅街が広がり、平地には、 商店街が形成されている。下流美町という町名の由来は、竜が、お神社という神社が、かつて存在しておりそれに由来するという説と、現在の南州神社付近が竜が、丘と呼ばれておりそれに由来するという説がある。下流美町という地名は、江戸時代より見え、薩摩国鹿児島郡鹿児島城下のうちであった。天保城図や、天保切絵図によれば千武家屋敷は、 島津賀行川上東馬、末川九馬、北後明五郎が所有する屋敷であり、他にも、島津モンド、新色守守、市田長門など、大見分の武士の屋敷が多く所在していた。明治時代の初期は、鹿児島孵に属していた。明治時代初期には平民に対して氏族が多く、居住しており武家町であった。1889年に市政が施行されたのに、伴い、 鹿児島城下47町及び近在三村の区域より鹿児島市が設置された。それに伴いそれまでの下流備町は鹿児島市の町、下流備町となった。第二次世界大戦中の1945年7月31日には、鹿児島駅から下流備町や清水町、池上町、上達夫町一帯に対して、アメリカ軍による空襲が行われた。 1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1967年11月1日に、上町地区の一部において、住居表示が実施され、住居表示の実施に伴い町の再編が行われた。それに伴って、池の上町、車町、上達尾町、 下流ュ町の各一部より大流町が設置され、恵比寿町の全域、泉山町の一部、車町の一部、長田町の一部、下流美町の一部より、上本町が設置された。翌年の1968年7月1日には、下流ュ町の全域で住居表示が実施された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年。 以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。黒岡立脇一般国道主要地報道かつては、鹿児島市電上町線が通っていたが、現在は廃止されている。最寄り駅は、鹿児島駅である。ありがとうございます。